キューバは、キューバ海軍の軽事未艦館で、同系館はない。本館は、もともとはキューバが、アメリカ合衆国のウィリアム・クランプ・サンズ社、フィラデルフィア造船所に発注したスループで1911年8月10日に、収益。本館の船体形状は、平ら乾板型船体で、艦首は垂直だった。全乾板上20.2センチメートル炭素を棒立ての、ついた、 単燥砲がで1機。その背後に環境を基部とする短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には日本煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片元3組ずつ、計6組で運用された。後部マストの背後に10.2センチメートル砲が、後ろ向きに1機が配置されていた。収益後の1919 19年に類別を、 軽巡洋艦に変更。2、老朽化した本艦を1936年から1937年にかけて第一次近代化改装が行われた。主な変更点は、石炭戦唱艦を重油戦唱ボイラーに換装し、2本、あった煙突は1本にまとめられた。また外観上での変化は、艦首が成形されて、やや傾斜のついた、艦首形状となり、 全部マストは三脚マストとなった。武装面においては手法以外の美法が一新されたことであった。改装後にイギリスで開催されたジョージ6世大艦記念館艦式にキューバ海軍機関として参加。1956年には第二次近代化改装されフリゲートに類別変更された。老朽化のため1971年に除籍。ありがとうございます。